こんにちは。コーチングキャンパーのまっちゃんです。僕はね、コーチングキャンパーと言って、キャンプを通じてね、コーチングをやっていく。つまりキャンプのコーチをするんちゃいますよ。キャンプというツールを使って、皆さんの心の中にある、可能性であるとか、あるいは夢の実現、目標をどうやって実現していくのかとか、そのやる気を引き出したりだとか、そんなことのお手伝いをさせていただく、そういう取り組みを、やっています。で、なぜキャンプなのかっていうお話をね、今日させていただきたいんですけれども、キャンプってね、すごいんですよ。ね、めちゃくちゃすごいんですよ。何がすごいかっていうと、キャンプってね、完全にまあ非日常を味わうっていうところがまあ味噌なわけなんですよね。ね。で、その非日常から気づけるいろんなことがあるわけなんです。それをちょっといくつか紹介してみたいと思うんですけれども、まず第一に、キャンプに行くと、ね、非日常を味わうと、物に縛られないっていうことなんですよね。ですから、もうキャンプだとシンプルにもう寝床とか、食料、そしてくつろげるチェアぐらいがあれば、ね、必要最低限のものがだけがあれば、キャンプってできるんですよ。ね、やっぱりね、その、キャンプって不便さを感じる、不便さを楽しむっていうところなんで、ね、日常の生活の私たちも物の溢れているこういう生活の中で、生活していると、その物に溢れているっていうことのありがたみが分かんないんですね。それをキャンプに行くことによって知ることができるんです。これすごく大事なことですね。そして二つ目は想像力が養えるってことです。めちゃくちゃ想像力が養います。自然の中に行くと、まあおもちゃとかないっすよ。ゲームとかこのテレビゲームとか絶対ないですから、そしたら自然の中で遊びを考えるんです。遊び方いろいろですよね。もう河原でね、石を積んでいくとか、石を川に投げるとかね、そんなんだけでも面白いんです。もうなんかね、小さな木の枝とかこんな棒とか見たらすぐ持って帰ろうとしてしまうんですね。ね、もうそれでチャンバラやってみたりだとかね。なんせね、目の前にあるものを手にして肌で感じることで考えるんです。これどんな風にしたら遊べるんやろうかって。で、そこにある何かに気づいて、探して考えて、どんどん想像を大きくしていく。ね。これ都会にいると忘れがちな、その、ものの考え方っていうのを自然が思い出させてくれるんですね。そして三つ目は、そうですね、自立心が養えるってことなんですかね。やっぱりね、自分のことは自分でするんですよ。キャンプってね。そんな当たり前のこともついつい普段の生活の中では、分からなくなってしまいがちなんです。キャンプでは、まあ、朝寝坊するのも自分ですよ。ね、それ自由です。でも食事も設営も撤収もこれ、ね、いろんなことをこれ全部自分でやらないといけないんです。これ他力本願ではできないんですよ。ね、環境が変わることで、それまでの自分の甘さに気づくことができます。そして四つ目は、悩みなんて小さいなってことに気づくことができる。清流に、森の中に、あの遠くの山、彼方の山に、大空に、星空に、ね、キャンプに出れば、大自然をたっぷり全身に感じることができます。日常の仕事とかのストレスなんか、そういう大自然を見れば解放されるんですね。もう心のモヤモヤなんて大自然の前では本当にちっぽけなものなんだっていうことに気づくことができます。そして、まあソロキャンプは別ですけれども、何人かの仲間でキャンプに、私たちの、コーチングキャンパーはね、仲間で、キャンプに来ていただくんですけれども、その場合に、アウトドアでやるべきことの全てをこれ一人ではできないんですよね。やっぱり初めての方も多いですので、やっぱり火の起こし方であるとか、テントとかタープの立て方であるとか、あと、まあ、雨が降ってきた場合の雨の対処の仕方だとか、
ってなってくると結構上級編になってきますけど、まあそういったことを互いにお互いの仲間同士で相談して助け合って苦労を共有するっていうことで仕事は効率化してどんどん絆が深まっていくっていう、そういうメリットがありますね。そして6番目、6番目は時間に縛られないっていうことですかね。やっぱりね、やっぱりね、人工的な光から遠ざかるっていうことで体内時計ね、人間の体にある体内時計は徐々に人間本来のスタイルに戻っていくんですね。ね、本来人間ってこうなんだった。あの原始時代に戻れるような感じがするんですよ。ね、日の出とともに活動を始めて、ね、日の入りとともに日が沈んだら、さあほな寝ようかって寝床に着くんです。ね、自然に逆らわない生活スタイルが最も人間の体に優しいんですよ、ね、だから僕はいつもキャンプに行くときは腕時計は外していきます。キャンプの時だけは腕時計はしません、ね、時間に縛られない、これが素晴らしい。だって非日常なんですから。そしてやっぱり最後に自然の恵みを体感する、これが大切なんですね。朝しっとりとした落ち着いた空気の美味しさを知って、ね、夕暮れの光の美しさに気づいて、ね、都会で一日のほとんどパソコンの前でテレビ画面の前で見ながら過ごしているとなかなか自然を感じる機会って少ないんですよね、そんな人にはやっぱり週末ぐらいはね、自然の中へ出かけてみましょうよ、エアコンの風じゃなくて自然の風を浴びてみましょうよって、その自然の風のすがすがしさや匂いね、その肌触り、音、五感すべてを感覚に、五感すべての感覚が研ぎ澄まされて刺激されてね、そうすることで心と体がリフレッシュされていく、そういう実感が、味わえるはずです。そうすれば自然と自分の可能性、自分の内的な潜在的な可能性っていうのがバッと勝手に花開いてくれます。ぜひね、キャンプに一緒に行きませんか。以上です。